涼感シリーズは次はシシロンが隣にいてくんないと無理。マジで本当に資料館はマジで怖い。あれをニコニコして見られる人がいるんだったらば、あ、もう何も怖くないんだろうなと思う。資料館、ね、シシロンとかが見たらどうなるんだろう。ちょっとはやっぱ怖いとこあんのかな。わーとかってなるとこ出てくんのかな。なんなら笑いそうだよね。なんかゾンビっていうか、その悪魔払いみたいな感じなんだけどさ、悪魔にこう取り憑かれてる人見ながらゲラゲラ笑ってそう。見て見て、ラミちゃんほら見て見て、取り憑かれてるよほらつって。いやー、まあでもさすがにそんなシシロンと一緒に見ればまあ怖くないかもな。資料館シリーズは同時視聴するのは次はシシロンが隣にいてくんないと無理。笑いながら見て夜すやすや寝そう。あ、そうはならんやろって言いそう。いや、それはあるかも。そうはならんやろ、カッ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 つって。ラミーがうわーとか、うわ怖いとかって言ってるところで隣でカッ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 って笑ってる。人形帰ってきても帰れやって言いそう。言いそうだな。いやいや、なんか言いそうだな。いや、来んなや、帰って来んなや、カッ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 って言ってそう。いや、強いな。さすがシシロン強いな。まあでもなんかほら、怖がってない人と見ると怖くない説あるじゃん。いや、でもないか、言うてないわ。別に普通にホラゲシシロンがやってても普通に怖いもん。帰ってこなくなるまで捨てろって言いそくない。おう、30回ぐらい捨てれば帰ってこなくなるんじゃないつって。火つけろとは言いそう。燃やせ燃やせって言うかもね。シュシュシュッキリ、シュシュシュッキリ、素敵な今日の始まりさ。よいしょ。